はーい、皆さん、こんにちは。テクニックが大好きなあなたに送るテクニックマニア。なるほど、基礎講座を担当します、テクニック小川です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、前回の質問の答えからいってみましょう。前回の質問はですね、皮膚筋という名前ですね。この皮膚筋という名前は、えー、何が、 名前の由来となっているのかというところですね。火という字、そして服という字ですね。服という字なぜ硬、えー、いなのにですね。お腹という字がついているのか。これはですね、じゃじゃん、このようにですね。 被腹筋というのはですね、まずこの火というのがこのふくらはぎ、硬い三頭筋のことなんですね。その中でも特に膨らんでいるところ、これが被腹筋というふうなところになります。ちなみにですね、このふくらはぎという字なんですけども、これはですね、ふくらというのがですね、まあふくらとしているところというところですね。つまり膨らんでいるところという意味。で、はぎというのがすねという意味なんだそうですね。すねというと,言うとですね、どうしてもですね、この向こうずねですね、 いわゆる、肩の前側のところをですね、想像しがちなんですけれども、そうではなくてですね、このすねというのは肩全体のことを言うわけなんですね。ですので、このすねというのもですね、ふくらはぎ、つまりふっくらしているすねの部分、肩の部分、つまりそこがふくらはぎというところになっています。ちなみにですね、前側は向こうすねというふうに言いますよね。そのようにですね、このすねというのは肩というところを指しているわけなんですね。 ちなみにですね、この、ハギという字以外にですね、ふくらはぎはですね、コブラ、コムラというふうに言うこともあります。でそこで思いつくのが、こむら返りというところですね。これはですね、硬い三頭筋のところが、ひっくり返ったようにですね、痛むという意味で、こむら返りというわけなんですね。いや、勉強になりましたね。さあ、それでは今回も行ってみましょう。今回のテーマは、向こうずの筋肉。全、け骨筋。 全肩骨筋なんですね。では、筋肉の走行から見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは全肩骨筋の走行を見ていきましょう。こちらですね。えー、全肩骨筋はですね、まあ、その名の通り、肩骨の前面ですね。肩骨の前面の、えー、ところに、まあ、付着しているわけなんですが、肩骨のま,ま、ま、前にですね、ついているわけじゃないんですね。肩骨の、えー、外側ですね。外側に、えー、付着をしています。 皮骨があって、頸骨があって、この頸骨の外側から、そして、えぇ、ー、側根骨ですね。側根骨の内側に付着をしているわけなんですね。えー、そこを詳しく見ていきましょう。はい、まず、皮部からですね。皮部はですね、この頸骨の外側ですね。頸骨の外側の、まあだいたい、えっと、二分の一の範囲のあたりまでですね、えー、付着していまして、バーッとですね、このように、えー、岸がついています。 で、その、ね、ですね、頸骨だけでなくてですね、この、えー、頸骨と肥骨の、えー、骨幹膜ですね。頸骨と骨の骨幹膜、ここにも騎士が始まっていますので、ただ頸骨だけについているというわけではないんですね。そして停止の部分なんですが、この頸骨のですね、前側ですね、前面を通りまして、そして、えー、このですね、内側の血上骨。内側血上骨と、そして、えー、第一ですね、第一中腫骨の、えー、部分ですね、この部分に、 えー、腱がですね、付着しているような形になります。実際の筋部はですね、えー、筋の作用としましては、えー、大体ですね、この、えー、肩骨のですね、えー、外側からですね、肩骨外側から、そして、えー、このすねの前側あたりまでですね、肩骨の前面のあたりまで、ここが、まあ、筋腹になりまして、そして、ここからはですね、すべて、えー、腱の部分になっていくわけなんですね。 実際のですね、触診としましては、このすねのですね、向こうすねのところ、ここをですね、触っていくと、まあ、骨があってですね、そして、えー、ある一定のところまで行くと、この腱ですね、骨ではない、ちょっと柔らかい組織があると思うんです。ここの部分が、えー、前肩骨筋ですね。前肩骨筋が触れる部分となってきます。で、前肩骨筋のですね、えー、走行としてよく間違いがちなのが、えー、このですね、えー、頸骨のですね、 外側ですね、外側に付着している筋肉がですね、そのまま足のですね、外側側についているというふうに思っている方が結構多かったりするんですね。そうではなくて、このすねの前側ですね、を通りまして、この内側についているというところになります。でこのような付き方をしているので、筋肉の収縮をしたらですね、その動きとしてはこのようになります。速関節の背屈、速関節の内反。 と、まあ、この二つの機能があるわけなんですね。全稽骨筋のですね、特徴的なのが、えー、この側背ですね、屈、えー、足首をですね、背屈させるというふうな機能がありますので、よく歩くときにですね、つまずく方とかがいらっしゃるんですけども、この全稽骨筋が疲れてくると、背屈がうまくできないせいで、このつま先がですね、まっすぐ、えー、低屈ですね、低屈した状態で歩いてしまう。それで、 このつま先のですね、先っぽがですね、よく段差とかにですね、つまずきやすくなるというふうに言われているわけなんですね。階段などをですね、上がるときもですね、意識してみればわかると思うんですけども、このかかとをですね、えっと、かかとからつくようにしっかりとですね、背屈をしてつくと思います。これのですね、前傾骨筋の主な機能となりますので、ここがですね、弱っている方はですね、つまずきやすかったり、あとはですね、肩へのその他の部分のですね、筋肉に非常に負担がかかるというところもあるわけなんですね。 で、この前蛍光筋なんですけども、よくですね、この、えー、手術の現場で言うんであれば、非常に硬くなりやすい、疲れやすい筋肉と言われています。これはなぜかというとですね、前蛍光筋はこの配屈をさせるという機能だけ以外にで,ですね、この筋肉の作用として、拮抗させるという機能があるわけなんですね。で、この前蛍光筋の拮抗筋としては、ふくらはぎですね。 えー、硬い三頭筋のところになってきますので、この硬い三頭筋の動きというのをですね、コントロールしているというところで言いますと、この前傾骨筋はですね、非常に、えー、働きとしてはですね、重要な役割を担っているわけなんですね。特にもう立つ、歩く、そして走るなどですね、えー、足はですね、非常に役割が多いわけですよね。でそういった時に、この前傾骨筋はですね、常に緊張している状態、そして他の筋肉をですね、コントロールしている状態というのをですね、 えー、作り出していますので、この前傾骨筋がですね、弱ってくるとですね、その他の筋肉にも非常に影響しやすい。そしてその他の筋肉もかなり硬くなりやすいというところがありますので、この前傾骨筋をしっかりとケアすることで、肩へ全体がですね、バランスが取れてくるということもあるわけなんですね。筋肉はただですね、伸び縮みをして関節を動かすだけではなくてですね、このように拮抗筋ですね、反対側にある筋肉をコントロールするという作用もあるわけなんですね。 その機能があるからこそ、私たちはですね、このように、えー、しっかりと動いたり立ったりですねそして、えー、細かい作業をしたいということができるようになってくるわけなんですねさあ今回もですね問題の方行ってみましょう今回はですね前傾コスキーに関わるものです前傾コスキーのです、ねえー、運動としてはですね、えー、この側、えー、関節の背屈ですねそして内反というところがあるわけなんですが、えー、この、えー、あ 足のですね、測定の機能。この測定の機能の、え、ある、すごく大事な要素。これに、え、関わっているのが、え、傾蛍光スキンなんですね。その、測定の大事な機能。それに、それというのは何でしょうかというところですね。もう一度いきます。前傾光スキンが、え、この、え、屈や、え、内反以外の関わっている、測定の大事な機能。この、え、機能は何でしょうかというところです。 では次回まで考えていただければというふうに思います。では次回はですね、足から一気に頭に行ってきます。側頭筋をお伝えしていきます。では次回もお楽しみ。バイバーイ